こんにちは、千の原市の松井です。私たちは千葉県千葉市でライチ、マンゴー、洋梨を生産している農業法人です。はい、前回の動画でですね、私たちが育てているライチがですね、たくさん葉っぱが、枯れ葉が出るということで今まで処分してたんですけれども、やっと念願かなってですね、枯れ葉堆肥を作るということに、チャレンジすることになりました。そしてですね、昨日になるんですけれども、ホームセンターでですね、堆肥場の枠組みだけ材料を買ってきて、で、組み立てして、で、二区画作ったんですけれども、二区画目は、盛り土が必要だったので、完成はしなかったんですね。ただ、今朝ですね、盛り土して二区画目も完成しましたので、やっとですね、堆肥を作る準備が整いました。ということで、今日はですね、こちらの、右側の区画を使って、堆肥の仕込みをやっていきたいと思います。で、結構ですね、実は量がありますので、で私一人で今日作業しますので、どれほどできるかわからないんですけれども、で、また明日もですね、午前中同じ作業をやって、仕込みできれば終わらせたいなと思ってます。はい。ということで、それではですね、ちょっとやっていきたいと思います。簡単にですね、手順としては、ライチの枯れ葉入れて、土入れて、で、ここにですね、米ぬか準備してありますので、米ぬか入れて、水をかけて、という作業を繰り返していきます。まずはですね、ちょっと材料をご紹介したいと思います。はい、まず材料の紹介なんですけれども、一番重要なのがですね、枯れ葉ということで、ライチの枯れ葉を用意いたしました。で、あと土なんですけれども、この枯れ葉の下の方にですね、ライチの土というか、おしべとかめしべ、そういった花弁なるものがですねありますので、それを土代わりとして使っていきたいと思います。はい、そしてですね、こちらが前日に用意した米ぬかです。これはですね、近所のコイン精米所からですね、いただいてきました。はい、どれくらい使うかわからなかったんですけど、結構量はあります。これが水になります。ホースもですね、届くんですけれども、ジョウロを使ってですね、少しずつ水をまいていきたいと思います。これだけの材料で枯れ葉堆肥はできます。ということで、作業をやっていきたいと思います。それではですね、まず枯れ葉を堆肥場に移す作業を行います。長いですね。で、多少ですね、やっぱり枝が入ってると、その分解なりが遅くなりますので、堆肥ができる時間がかかるので、不要な枝はですね、この時点で別のところにやります。したらこれを堆肥場に持ってきます。とりあえずですね、枯れ葉少し入れましたので、次はですね、土と米ぬかかけていきたいと思います。土とですね、米ぬかかけますけれども、最初に土をかけたいと思います。はい、枯れ葉を入れてですね、で、土をかぶせたら、次は用意していた米ぬかをかけます。で、米ぬかはですね、割と
手に入れやすいものなので、まあ、作らないでですね、かけていきたいと思います。なくなったらまた、もらいに行ってきます。はい、米ぬか巻き終わりました。そうしたら次はですね、発酵させるための水分が必要ですので、水をかけます。しっかりとですね、葉っぱ濡れるようにしてください。はい、これでですね、ワンセット一旦終了しました。枯れ葉を入れて土をかぶせて、で米ぬか入れて水をかけるという作業を繰り返します。これワンセットを何回も、まあ枯れ葉あるだけですね、入れていきます。では続きの作業をこれからやっていきます。で水やりもしっかりやります。はい、で先ほどですね、私お伝えするのを忘れたんですけれども、1ターン終わったらよくですね、踏み込む、この作業が必要になってきます。はい、こうやってしっかりですね、踏み込むのが大事です。はい、1日目のですね、作業を終えました。だいたい4回4ターンっていうんですかね、やりました。で、もう夕方になったので、これで撤収1日目は終わりにしたいと思います。おはようございます。今日は堆肥の仕込みの2日目になります。昨日ですね、4回分最後ですね、葉っぱ全部入れ終わりました。これであとは米ぬかかけて、水かけて、蓋をしておしまいになります。1回作れば次何をどれくらい必要かっていうのがわかるので、次の準備がですね、無駄がなくなります。3日間かけてですね、まあ1日目が堆肥場作りということで、まあこの囲いを作った。で2日目がですね、堆肥まあ4回ぐらい入れましたね。で今日がですね、まあ、3日目になるんですけれども、まあこれも4回ぐらい入れて、はい、米ぬか入れて、水かけて、土かけて、仕込みが終わりました。枯れ葉もですね、あったところ何もなくなってすっきりしました。ということで、この後はですね、ここに、まあ、ブルーシートをかけて重しをしてですね、蓋をしたいと思います。まあ私も初めて堆肥作るので、その上にもですね、雨よけのカバーかけた方がいいのか、ちょっとそこは調べて確認してですね、必要があれば上にもですね、ブルーシートをかけていきたいと思います。はい、やっとですね、堆肥作りたいと思ってて実現しなかったんですけれども、作ることができてほっとしました。というかですね、仕込みですね。はい、いかがだったでしょうか。まあ結構ですね、まあ簡単に言うと2メーター ×2メーターで30センチぐらいできているので、
まあ、量的にはかなりのですね、堆肥ができるんじゃないかなと思っています。今まで処分してた枯葉もですね、投入するようになると、まあ、1年間にこの3倍ぐらいですね、堆肥ができるんじゃないかと思ってます。今回やってみましたので、今後ですね、枯れ肥準備する、まあ、場所、あと土をですね、まあ、土といっても特別な土なんですけれども、それを貯めとく場所なんかもですね、ちゃんと整備すれば、作業はもっともっと楽になると思いました。はい。で、この後ですね、まあ、中の温度とか、まあ、1ヶ月後、2ヶ月後、で、中をですね、かき混ぜたりっていう作業もありますが、実は、今月か来月ですね、農業大学の生徒さんたちが、まあ、マンゴー、来地見に来るということで、その際にですね、先生も来るので、先生にがいらっしゃった時にですね、堆肥作り抜けてるところあれば指摘してもらって、まあ、追加作業を行っていきたいと思います。そういったところもですね、また動画に撮ってですね、ご案内できればと思っています。まだまだこれ仕掛けたばかりで時間かかりますけれども、やっぱりやらないと始まらないので、やってよかったと思いました。で、またですね、一般、まあこんなね、大きな堆肥場いらないんだよって言われる方が大勢だと思うんですけれども、まあ、一般の家庭で使われる緑色のですね、プラスチックのケース、私も実は持ってます。で、それでもですね、堆肥作りちょっとやってみたいなと思ってますので、それはまた枯葉が溜まったら、その緑のですね、プラスチックケース使ってですね、堆肥作りたいと思っています。ということで、はい。前編と後編に分けましたけれども、動画の視聴ですね、してくださいました皆様ありがとうございました。で、本当に暑さ、今日がピークみたいです。この後ですね、今日は3連休中日なんですけれども、来週の3連休迎えると、随分、まあ、最高気温変わってくると思います。まあ、そういった意味でもですね、暑いうちに作業できて良かったなと思ってます。ということで、皆さんもですね、3連休、まあ、楽しんで過ごしていただけたらいいなと思います。ということで、また次の動画でですね、お会いしたいと思います。ご視聴してくださいまして、ありがとうございました。さよなら。